顕直夏は、李氏朝鮮後期の文臣、政理学者である。曹自立と曹春吉の弟子として、後継者になった。老論の第二代領袖であり、老論学党の着頭だった。字は知道、号は水安、漢水斎、氏号は文順。弟子で、後継者、顕直祐の兄である。1660年彼は19歳で進士となったが、曹自立、曹春吉を師と、政理学に心を込めており、曹自立の後弟と後継者となった。1675年死、曹自立が1659年にあった、時代妃の服喪問題で、徳元府に島流しされ、南人が勢力を伸ばした時、彼は、中西北道政府の山中で学問に励みながら、弟子たちを集めて、儒学を解説する一方、法度史の書籍を翻訳、構成した。彼は、弟子の一人で、後継者、顕直祐の兄である。顕直祐は、曹自立と曹春吉に学んでいる途中に二人の師に会い、その後、顕直夏から政理学を勉強した。1686年10月に、漢水斎を建設し、11月には閲楽斎を建て政理学の講学をした。1689年岸ヶ江局に曹自立が再び、チェジュ島で召喚されると、曹自立の最後の道を同行した。同年、曹自立が EU で師を賜った時、師匠の衣服と本を遺品に受け、彼は老論の二代当主となった。彼は、曹自立の遺言によって万頭廟を、清州に建て名の神僧、貴僧を祭り、曹自立の意を報じ大法壇を建てた。宿僧の寵愛を受けて、右義聖、左義聖などに任命されたが、間もなく辞任した。李治と成婚を開祖にして、金長尾と金州から曹自立に継承された、貴古学派の指導者として、李治が主張する奇発理上一図説を支持した。彼は、一生、死、曹自立の政敵だった、虚圧氏と陰から敵のように思われた。韓正興と李寛が人物性偏在問題を議論する中、彼は韓正興の学説を支持することで、議論がさらに拡大されて、貴古学派はついに分裂した。文字と篆刻にも優れ、死後、中州の老岩尾書院、西風の清華書院、伊遊の灌漑岩尾書院、西州の老高書院、法音の山仰ぐ祠、霊山の修正祠、商家の影堂などに祀られた。文集に、漢水採集、山書集義などがある。AB。ありがとうございます。